白井駅は千葉県白井市福にある北総鉄道北総線の駅である。駅番号は HS10。島式ホーム一面二線の地上駅で京上駅舎を有する。国道464号線に挟まれる形で建設され、掘割の両側から伸びる橋の中央部分に駅舎がある。駅構内にはエレベーターとエスカレーター1機が設置されている。改札前には 売店も設置されている。1979年の開業当時より自動改札機が設置されている。2001年10月下旬に南北連絡橋が屋根付けのものに掛け替えされた。照明は天井から白石のシンボルの梨をモチーフとした丸型照明灯を多数吊り下げたスタイルで構成されている。 2019年度の1日平均乗降人員は9790人。北総線では15駅中、西白駅に次第7位である。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。白井プリスタからマンション群を望む白井市の中心に位置し、千葉ニュータウンとしてベッドタウン化が進んでいる。駅を中心とした計画的な街づくりが行われており、 駅周辺はマンションが立ち並ぶなど、近代的な街並みが広がっている。白石役所白井郵便局、成田スカイアクセス線との共用区間ではあるが、当駅には、京成電鉄が運行する列車は停車しない。特急は朝ラッシュ時は上り、夜ラッシュ時は下りの運行。急行は夜ラッシュ時下りのみの運行。ありがとうございます。